こんにちは。今日は大阪福島駅前に来ています。今日はこちらにね、2019年にできたばかりのホテル阪神アネックス大阪、こちらに泊まってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。離れというふうに、ね、書いています。大阪駅、一大ターミナルですよね。大阪にも環状線があります。東京の、ね、山手線のようにぐるぐると、ね、回るというね、環状線があります。大阪環状線っていうふうに、ね、言うんですけれども、ちょっとね、山手線より難しかったりするんですが、大阪駅の左隣の駅、西側に、ね、行った駅が福島という駅でございます。この福島駅からね、歩いてすぐ来れます。こちらホテル阪神アネックス大阪さんですが、結構綺麗ですよね。豪華な感じがいたします。それもそのはず、ホテル阪神さんもですね、福島駅前にあります超でかくてゴムホテルみたいな、ね、見た目をしたホテル阪神さんのアネックスの別館なんですね。こちらは少し近代的な、ね、まあ、2019年なんで新しいホテルという感じですが、こちらもリーズナブルに泊まることができるのでいいなということで、今回はネクスタンに宿泊することにしました。ホテルの入り口、目の前にはもう高架があるので、まあ、駅が近いことが分かります。線路は、ね、すぐ隣でございます。高架下には飲み屋さんみたいなのも、ね、結構ありますが、ビリヤード屋さんとかね、ちょっと変わった感じがありました。面白いですね。さあ、2階がフロントということですので入ってみましょう。和な感じがありますね。海外から来られた方にはとても嬉しいサービスなんじゃないでしょうか。いいですね。ハードが新しいとこういった雰囲気もね、和洋折衷の雰囲気もあります。ホテル阪神アネックス、こちらには大浴場がないのですが、このカードキーをホテル阪神さん、福島の駅前にあるね、どでかいホテル、こちらの方でお見せすると優待価格でお風呂に入ることができます。こちらね、サウナも結構有名ということなので、あ、それならばちょっとね、入ってみようかなということですね。ホテル阪神本館の方に泊まっていたとしても、そのお金はかかります。優待料金800円ですね。800円で入ることができるということなので、アネックスの宿泊者は本館の宿泊者と全く同じ料金でサウナに入ることができるということなんですよね。これは嬉しいサービスですよね。さて、お部屋の中入っていきましょう。いただいたカードキーを挿していきます。おー、綺麗ですね。やっぱり新しいホテルなだけあって、とても清潔、綺麗ですね。やっぱり最近のホテルのトレンド、あまりね、一部屋の広さ、ここはね、そんなに広くないのかなと思うんですけれども、コンパクトな中でとても清潔にしているというのがね、最近のトレンドですよね。とてもこういう形いいと思います。機能的です。 USB やコンセントも完備されています。湯沸かし器だったり、あとはミネラルウォーターも嬉しいですよね。こちらは無料でいただくことができます。少し他のホテルと違うなと思ったのは、このベッドなんですね。ベッドが少しこうせり上がってると言いますか、こんな感じになっています。この下にスーツケースとか入れられるんですかね。いいですよね。ベッドが一段上がってるということで、よりね、清潔な感じがします。こちらはバスルームですね。シャワーがついています。手前にお手洗い、そしてね、ドアを1枚挟んで奥がシャワールームになっていますね。シャワーは手持ちのタイプと上から降り注ぐ系があります。これを見るとね、すごくおしゃれだなって感じがします。降り注ぐ系はとても好きですね。で、こちらがアメニティになっていますね。さて、ここからはね、冒険の時間でございます。カードキーをね、握りしめて本館に向かいたいと思いますよ。ちょっとね、急ぎ気味で行ってるんですけど、阪神サウナはですね、ちょっと時間が限られております。阪神サウナっていうね、名前でサウナ行きたいっていうサイトにもね、もう載ってます。結構ね、評価も高かったので楽しみですね。天然温泉スパ&サウナということになっています。営業時間は10時から23時なのですが、最終受付は22時なんですね。ということで、10時までに、夜の10時までに入らなければ、せっかくね、優待料金で入れるのに入れないということになってしまいます。少し急いでいきましょう。画面中央、この長い建物が本館になりますね。距離はね、ちょっとあります。5分くらいも、ね、かかると思いますね。早歩きで行っても、こちらの方が福島駅には近いです。福島駅前はちょっと栄えてますね。飲み屋さんとかがいっぱいある。
さあ目の前までやってきました。ここがね、まあ、道路が大きいんで簡単に渡れないですね。なんで横断歩道まで行って渡っていきたいと思います。現在の時刻は21時50分を回ったところでございますので、ギリギリでございました。さあホテル前までやってこれましたよ。ホテル阪神大阪さんでございます。ついにやってきましたね。ちょっとね、豪華なエポックなホテル級のね、佇まいを感じることができます。さあサウナはどうやったら入れるんでしょうか。階数でいうと7階になるみたいなので、まずはエレベーター乗っていきましょう。エレベーターの台数もすごいですね。メンズスパ&サウナ阪神サウナ7階と書いてあります。エレベーターに乗り込み7階を押していきました。いやー、ちょっと入れるんでしょうか。こちらが阪神サウナのフロアでございます。おー、ついにやってきました。靴を脱いでロッカー預けてね、キーを受付にお渡します。でその際アネックスのねカードキーをお見せすることで800円で入れますよ。無事入れました。いやー、よかったですね。23時までということで1時間ではありますが楽しみたいと思います。ね、宿泊でなければ2750円ですよ。すごくないですか。めちゃめちゃ安くなってますよね。2000円ぐらい引かれています。ということで入らない手はないかなということでやってきました。こちらの温泉は徳次郎の湯というふうに、ね、言われています。菅原道真公が福島滞在中、徳次郎というね方、まあ、この地に住んでいた方の心温まるおもてなしを大変喜ばれ、この地を福島と名付けたというふうに言われてるそうなんですよ。あ、そうなんだなと。サウナに入ることでなんとね、この福島という地の由来も知ることができてしまいました。温泉、内風呂、そして外風呂もあります。外の景色がねダイレクトに見れるので、かなりね開放感がありますよ。場所もね高いので遠くまで見渡せました。そしてサウナ、広めですね。結構広い、もう入り口もね2つあるような大きいサウナでございました。いやー、開放感のあるねサウナ。福島駅前なので利便性もね優れています。本来は2750円のところ800円で入れたというね、これは嬉しい体験でしたね。大浴場、こちらのお風呂にはございませんが、こういった体験もできるということなんですね。ホテル阪神大阪アネックスさんならではの楽しみ方かなと思います。さあアメニティもねフロントの階にありますのでもらっていきましょう。そして近くのコンビニで肉水、まあ、大阪の名物ですよね。肉水っていうのは肉うどんのうどんなしっていうことみたいなんですけど、こちらねいただいていきましょう。コンビニもね実は地方によって違ったりするんですよね。関西の方に行くと、あのおにぎりに巻いている海苔がね、味付け海苔っていうのがあったりします。なかなか東日本だとないんじゃないかなと思いますけれど、ね、こちらの方に来るとそういった内容になっているので、同じセブンイレブンでも同じファミリーマートでもねちょっと内容が違ったりするの面白いですよね。こちらはアイロンをかけれるということでした。電子レンジもあります。こちらでね買ったものを温めるというのもねありだなと思います。お隣大阪駅では、大阪中関西中のね美味しいものとかも結構ありますから、私がおすすめなのはこちら、波吉庵さんの炙りみたらしね。で私が初めて行った時は100円しなかったんですけれども、今はもう180円とかしますね。もっとするかもしれないです。でこちら大阪駅の駅マルシェっていうところでね買えます。本当にね改札のすぐ近くですよ。でこちらは観音屋といって、神戸の方のねチーズケーキのお店です。こちらもね大阪駅にあります。お餅が入ったアンパンなんかもねいただきました。こちらもね波吉庵さんで売ってます。さあそろそろね夜が深くなってきましたんで、おやすみなさい。広いサウナにもね入れましたし大満足でした。本当はね1階にレストランもありますので、夕食だったり朝食だったりっていうのもね取れるみたいです。とても綺麗なねレストランになっていて、中でもお蕎麦がねちょっと名物料理みたいなね形になっているようですよ。時間が合えばねこちらでお食事というのもありかなと思います。さあおはようございます。日が昇ってまいりました。最寄り駅は大阪環状線の福島駅ということになります。大阪駅のね隣の駅ということで非常に便利ということなんですが、福島駅はすぐ近くに新福島駅っていうのもあるんですよね。 JR 東西線、大阪駅の近くに北新地駅っていうねもう地下でつながってるような駅があるんですけど、その駅のね方を通ります。大阪駅を通らないんですね、という東西線っていうのがあるんですが、その駅
が新福島駅と言います。ちょうどね、福島駅と新福島駅に挟まれるような場所にこのホテルありますので、どちらから行ってもいいのかなと思います。1階にやってきました。ウーマルというねレストランがあります。この時間は朝食ビュッフェがやっていましたね。お時間は7時から10時までということで、ラストオーダー9時よりもですね、この間に入れば一般料金2200円で朝食ビュッフェいただくことができます。和洋ということなんですが、やっぱりねお蕎麦がメインというね形になるみたいですよ。さて、昨日の夜中はこの辺がねもうシャッターが開いていて、道にまで席とかねテーブルがもうせり出していて、飲み屋さんがね大変にぎわっておりました。人もたくさんいましたけれども、朝はやっぱりねまばらですね。そしてホテルの裏側、福島駅から来るとね裏側っていう感じですけれども、こちらには阪急オアシスっていうちょっとおしゃれなスーパーもあるんですよね。結構こちらのホテルの口コミなんかにも裏におしゃれなスーパーがあるんでね、ここで買い物するのがいいなんていう口コミも結構ありました。まだねこの時間は営業時間外なんですね。スーパーあるのっていいですよね。飲み物とかも安く買えますもんね。自販機やコンビニで買うのも楽しいですが、スーパーね何より100円以下でペットボトルとかも買えるので利用しない手はないかなという感じがいたします。さて、少し大阪環状線の線路から離れていきましょう。先ほどね飲み屋さんがあったのは高架下というところになります。大阪環状線のね高架下でした。そこから少し南側に行くと新福島駅なんですね。さて、昨日ホテル阪神大阪のねお風呂徳次郎の湯とね言いましたが、徳次郎さんは、まあ、こちら福島の地で菅原の道種子をね心温まるおもてなしをしたということから、まあ、今も温泉の名前につけられるぐらいねこの地にゆかりある人物なんですが、菅原の道種子ということで、やはり天満宮がこの福島にもあるんですね。福島天満宮です。菅原の道真公は、まあ、落とし入れによって、まあ、九州の太宰府の方にね左遷されるということになりますが、その途中に、ね、寄ったこの大阪の地、失意の中ね徳次郎さんの温まるおもてなしに、まあ、心を打たれたということなんですね。そしてこの土地は縁起のいい名前ということで福島というね名前になったそうですよ。いや、一泊しただけですけれども、この福島区のことをね少し知れたような気がします。さあ、やってきました新福島駅ですね。今日はこの東西線に乗って尼崎方面にね行って西へと行きたいと思います。大阪環状線は高架でしたが、東西線の方はねこの道路の下に地下にあるというのね感じです。さあ、また少し北に戻ってホテルの目の前までやってきました。広い公園がありますね。で、今この裏側見えていますが、こちらがホテル阪神アネックス大阪ね。福島駅の方から見ると結構細長くね見えるんですけど、こうして横から見るとかなりね大きな建物だということがわかります。客室もね結構あるんじゃないかなと思います。さあ、1日お世話になったお部屋とお別れのお時間でございます。チェックアウトはフロント階にあります専用のねこちらの機械、ここにルームキーを入れてチェックアウトしていくということになります。2枚ルームキーもらったんですが、1枚ね普通にカゴに入れるというねシステムでした。ロビー階は結構ねこんな感じで和風の室内でございます。すごいですよね、綺麗ですよね。ここで写真撮ったらかなりね様になるんじゃないかなという感じがします。日本来たぞっていう感じで海外の方も喜ばれるのかなと思いました。今日は福島泊まっていきました。いかがでしたか。今回この動画はここまで。他にも福島区のね面白いところとか大阪の面白いホテルとかそういうのご存知でしたら、ぜひコメントなどで教えてください。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。